らいのね、あの波のうねりがあるのかなと思ってね、ちょうどあの雨もね、あの台風もこちらのね、あの宮崎県までね上陸しないでね、あの関西の方をね、に行くような関東の方ですね、行くような感じみたいで、雨はですね、こちら降ってませんね。ただ台風の影響で風がすごい、すぐ風でですね、ちょっとね、波しぶきがですね、まあ、こちらの方まで若干ちょっとね、こう来てるような、そんな感じですね。でね、もうね10月に入ったんですけどね、こちらね、8月にですね、宮崎県来たんですけれども、すごい風で、ね、わっ、もうびっくりするな、このうねり、いやーすごいわ。砂もちょっと飛んできますけどね、こちらのね、ちょっとね、ネットラポートがあるところね、ちょっと切れ間があるんですよ。ここでね、泳いでたんですけどね、ビーチではね、マスクとかね、シュノーケルね、フィンつけちゃいけないっていうことで、わ、すごいな、ちょっと、わ、海のね、波がね、ちょっとね、飛んできます、少しね、向こうの方はね、もう濡れてますよ、この波で。うわ、すごいな、風でね、ちょっと煽られますね、すごいじゃないですね。ちょっとね、この広角なのでね、少しね、目線のね、感じで、ではね、このままいるとね、
結構ね、あの波地のねしぶきでね濡れますからね、この辺りでね、マリーナのねあのシャワーにね、マリーナのシャワーね浴びに行きたいと思います。それではね、台風14号のね宮崎県のね海岸からでした。